東武ホテルレバント東京は東京都墨田区近市に所在するホテル。東武鉄道が運営する東武ホテルチェーンの機関ホテルである。運営は東武ホテルマネジメント。東京ディズニーリゾートグッドネイバーホテルの一つ。また同じ東武グループである東京スカイツリーのオフィシャルホテルの一つでもある。高さは94.6メートル。 1997年6月、東部鉄道創業100周年記念事業の一環として当初、金市町東部ホテルレバントとして、金市町駅北口再開発で新しく造成された、アルカタワーズ中央に開業。当初は、ラマダインターナショナルホテルズリゾーツと提携し、ラマダホテル、金市町東部の副名称を持っていた。また2006年3月まで、 東京マリオットホテル、禁止庁東部として、マリオットインターナショナルと提携していた。2006年4月1日より、東部ホテルレバント東京に名称を変更した。2012年、東京スカイツリーオフィシャルホテル3ホテルのうちの一つとなる。客室はシングルからスイートまでの、全383室で、高速インターネット接続可能。客室は南北にあり、 特に北側客室からは東京スカイツリーの全貌を望むことができるため人気が高い。2012年の東京スカイツリー開業時からは東京スカイツリー公式キャラクター、空ラ,ラちゃんの世界観たっぷりな空ラカラちゃんルームを2室設営。ファミリーやカップルに好評を博している。2010年秋にレストランを改装再オープンした。2階スーパーダイニング。 ベルデュールは、長さ30メートルのブッフェ台に、幼中和の料理と、デザートが、ずらりと並ぶ人気のブッフェレストラン。24階、スカイツリービューレストランバースダレは、南北の大きな窓からの眺望が自慢で、南側は、東京タワーを含む湾岸と都心の夜景、北側は、東京スカイツリーの全貌が、昼夜ともダイナミックに眺められる。 東京駅から総武快速線で約18分と高立地でもあり、大小園会場を実施、その他神殿やチャペルも完備しているため、結婚式披露宴の利用も多い。6階にあるガーデンチャペルでは東京スカイツリーをバックに結婚式を挙げることができる。また、館内チャペルや神殿で挙式後、東京スカイツリーに向かってのバルーンリリースや、 スカイツリーをバックに記念写真を撮ることが可能である。館内レストランラウンジ宴会場結婚式場ショップ、その他、ありがとうございます。